ここ、うん、ちょっと待ってて。見て、隠し通路7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちは暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから。ん？兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。
ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか。おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か。起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよ。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは結構です。クラウド、行こう。よっ、そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったりなお部屋をご用意してますよ。いくらだ？聞く？ご利用の際はお声掛けください。どこが危ないかわかるのか？本日開店の自動。壊れてる？え、何も売ってくれなかった？あ、配線間違えたかな。本日開店の自動アイテムや読み込み。トロットロにとろける。クラウドさん、研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。受けてる。
度はいい。一気に叩き込む力を見せて切れ撃てる消える。三秒後を食いろ。クラウドさん、おめでとうございます。星の H が生んだ茶目っ気はスケールも違いますね。愉快な相棒デブチョコボと共に力を合わせて軽やかにシンナを倒してください。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。とろっとろ。入るべきか、入らざるべきか。俺ってこんな時、文学的になっちゃうんだよな。わかるか、この感じ。おほ、同類かよ。もしかして楽しいことの後は罪悪感やら自己嫌悪でめいっちゃうタイプか。でもそれは一時のことで、すぐにまた。あ、なんだ、質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニー、てよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何。気にするな、知らなくてもいい。どうなってんだこの街は。この店こそ。出始めたら止まらない。闘技場が開くとバッ。ようこそウォールマーケット1の武器屋へ。どうぞごひいきに。あれ見て、コルネオ、あそこだね。ああ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。
屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか。ティファを助け出すのは俺だ。よーし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ。アニアに会うはずが。ここか。なぜ俺は。ダメ。あんなことを。俺が話してくる。クショ。デアリスはここで待て。すごかった。え？どうして？私も行くよ。でも。だってクラウド、交渉できないでしょ。かき乱れる。わあ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。あの、なんか緊張しますね。あなたはハニーガールが目当てなんでしょ？あんたはリーフハウスの？ちょっと、何でも屋さん。この町で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている？あ、実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです。
子供たちには内緒にしてくださいね。出禁の客も多い。よく見張っておかないと。ほら立っておいて。さあもう一軒行こうよ。ここはな、まあアホロ。すみません。無視すんなよ。いらっしゃい。薬屋だがアイテムも扱ってるよ。マイドアリー。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。やっちまった。俺のバカ、大バカ野郎。なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか。欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。裏だ。残念、表だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつを当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあだ。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。待ち合わせ場所はここのはずだけど。夕方に来てるじゃないよ。全貌に当たった戦いな。くそ。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ。あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと。私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。黙った、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。全くまた変なの来たわ。ちょっとバカし、若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって。頼み。あのね、お二人さ、うちは手もみや、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないだ。
てめえら頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。戦う男の力強い、それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだい？じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほら、力抜いて悪いようにはしないからさ。あら、痛かったか？いや。次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ、我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだ、声が漏れてるね。ここが気持ちいいのかい？ここはどうだ、それともここかい？ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。はい。どうだった？大丈夫？ああ。クラウド変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？俺は嫌いじゃない。ありがとう。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。
どうだ、乗るか。わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。いいかい、私に損をさせるんじゃないの。